ポリス・サラウンディッド・ NY ・コートハウス・ DC ・キャピトル・イン・ケース・オブ・トランプ・アレスト。このこってこてな日本人の発音を Police surrounded NY courthouse DC capital in case of Trump arrest、 この綺麗な発音にトランスフォームする方法をステップバイステップで紹介しますので、よろしくお願いします。ということで早速見ていきたいなと思うんですけども、まず、ポリスですね。ポリスの発音は、まあカタカナで言うとポリスなんですけど、実際の発音は Police と言って、発音記号で書くとね、こういう発音記号になるんですね。police で、この le のところに、ここにアクセントが来るんですよ。police じゃなくて、この e のところにね、アクセントが来るので、そこ間違えないように。で、この、ここですね。この最初の、母音の発音なんですけど、という、これは曖昧音といって、弱い音なんですよ。弱く発音する音なので、まあ、ぷっ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 ていう、本当に弱い音ですね。あくまでも、このアクセントは、この2個目の音に来てるので、最初の音は、弱い音。ぷ、りーす、りーね、いい、いいって音なんですけど、このね、母音は、長母音の、green、緑の green と同じ音ですね。うん。この、長母音とか短母音とかを、アメリカも、アメリカ英語の母音、16個僕はあるって言ってるんですけど、この16個の発音を色で紹介している動画があるので、それをね、まず見てほしいと思うんですけど、この police の e って音は green の音ですね。はい。まず police で surrounded なんですけど、これはまあ取り囲むという、意味の動詞ですけど、surrounded は、これはですね、これも最初の音は同じなんですよね。曖昧音で、そして次が、こういう風になってるんですけど、こういう音ですね。はい。ここの音は全く同じ曖昧音なので弱い音ですね。スッスッスッという音。で、ここに関しては二重母音という、2つのね、母音が並んで組み合わさって二重母音という種類の母音があるんですけど、そこになってますね。その音ですね。青という音ですね。青。これは brown。brown。茶色の brown と同じ音です。青という音ですね。surround。rounded, これは、この音は単母音の え、まあ、ひらがなのいとえの中間みたいな音なんですけど、え、という音ですね。これは pink と同じ音のえって音ですね。なので、surround で、アクセントはここに来るので、surrounded、はい、という音です。で、ny、まあ、普通これね、ny ってなってますけど、まあ、これはもちろん、ニューヨークのことですね。ニューヨークのことですね。まあ、NY って言いますけど、まあ通常だったら、まあニューヨークって、これ NY って書いてニューヨークって言ったりしますけど、まあここでは あえて NY で読んでいきたいと思うんですけども、NY という、これも発音記号で書くとこういう感じになるんですけど、まず最初の N に関しては、これは red、赤の red と同じ音ですね。えという音で、y は、これは i という、これもね、二重母音なんですよね。この音と、この二つの音が、合わさった二重母音という音なんですけど、i。これは white、ね。白の white と同じ音です。i という音なので、ny で、courthouse。これは、まあ、裁判所ですよね。courthouse なんですけど、まあ、courthouse, court, まあ、これが裁判所で、まあ、家なので、まあ、これ一つで裁判所という、まあ、意味になるんですけど、courthouse, ここでは、まあ、一つの単語として取り扱ってますね。で、court, これは、こういう音になるんですけど、ここの、ここに関しては、これは長母音ってやつですね。長母音。長母音で、orange。orange, オレンジの orange と同じ音です。すいません。ちょっと見にくいんですけど、こういう長母音ですね。おで、この後に r が来ているので、おの後に、ベロをちょっと、折りたたんで、or で、口の中でこの r のこもった音を出すのが特徴ですね。で、ベロを、まあ、思いっきり持ち上げるんじゃなくて、まあ、ちょっとね、中間ぐらいまで持ち上げるといい感じですね。
court ね、この t court house house のここはまた出てきますね。さっきも出てきた brown と同じ ow という音ですね。 house、 はい、court house で、この t に関しては t はって音ですけど、実際はここではこの courthouse で一つの単語になっているので、この t に関しては発音をねほとんどしないんですよ。 courthouse courthouse みたいな courthouse なみたいに聞こえるかもしれないですけど、 court この頭の中でちょっと t の発音を意識一応するんですけど、実際音にはあんま出さないみたいな感じですね。 courthouse 実際この t はここつくじゃないですか。っていうこの口は作るんだけど音は出さないみたいな。court ね、court って言わないで courthouse みたいな。courthouse ね、これギリギリ音を出さないですぐ house に移るみたいな感じで発音するとめちゃくちゃ綺麗に聞こえます。courthouse ね。で、次 DC capital ですけど、DC は、これはまた、最初に出てきた police と同じやつですね。同じ、母音で DC ね、ここは一緒ですね。DC っていう、まあ母音なんですけども、green と同じ E という、長母音ですね。DC で capital なんですけども、これはこういう、母音になるんですけど、これはね、black ね、黒の black、このえとあの中間みたいな音なんですけど、black っていう音になります。で、ペキャピピなんですけど、これはまた出てきましたね、曖昧音ですね。なのでこれは弱く読むと、曖昧音は弱く発音するなので、キャピピピね、キャピピピ。capital はい capital in case in、ね、これは、単母音のさっき出てきたピンクの、ピンクのここの部分の音と一緒ですね。 in pink えという音ですね。 in case は、はい、こういう音なんですけども、これは二重母音のこの red のとピンクのえが合体した音で a という風な発音するんですけど、case カタカナで書くとケースって、伸ばして発音しますけど、実際の発音は case という a という音なので、 in case of で of っていうのは、こうですね。またこれ出てきましたね、曖昧音ですね。弱く発音して of で、この v に関しては必ずしっかり、下唇を上の歯で、噛んで、という音ですね。of。まあ、噛むというか、添えるぐらいの、本当に軽く触れて、そこから空気がちょっと漏れるぐらいな感じですね。of。で、trump。trump に関しては、これはね、こういう、この単母音ですね。という強い音なんですけど、このね、この母音とこの手話は似てるんですよね。口の大きさというか口の作りがね。こっちは、あ。ね。で、手話の方は、曖昧音の方は、あ。っていう、どっちもこの口のね、大きさが大体同じぐらいなんですけど、このとんがってる A みたいな方は、あ。って短く強く発音するんですよ。あ。っていう風に発音して、手話の方は、まあ、あくまでも弱く、ね、曖昧に、みたいな、ちょっと声がもう自然に漏れ出るぐらいの感じで、という発音にするとメリハリがつくかなと。で、ここは、Trump っていうのは、このとんがった A みたいな発音の方なので、Trump、の音を強く出すといい感じですね。ここにアクセントが来て、Trump。arrest、ね、arrest 逮捕なんですけども、 arrest の最初はこれはまたやっぱり手話の音なので弱く言って arrest、ね、このえの方にアクセントが来るので、これは red 赤の red と同じ発音ですね。はい。
ていう風な発音になって、これをまあうまくつなげると Police surrounded NY courthouse DC capital in case of Trump arrest という発音になりますね。全然違うじゃないですか。まあ文の意味は、警察はトランプの逮捕に備えてニューヨークの裁判所とワシントン DC の国会議事堂の周りを囲んだという、まあ最近のニュースなんですけれども、発音全然違いますよね。最初に僕が読んだ、まあポリスサラウンディッド NY コートハウス DC キャピトルインケースオブトランプアレスト、ね、このコテコテな日本人の発音から綺麗な Police surrounded NY courthouse DC capital in case of Trump arrest、はい、この綺麗な発音にトランスフォームするための、まあ、方法ですね。こうやって、まあ、一つ一つね、音を分解していくと同じパターンなんですよ。これ母音はやっぱり日本語に比べて、日本語のね、あいうえおの5つの母音に比べて、まあ僕はアメリカの母音は、アメリカ英語の母音は16個あるっていうね、この5つに比べて16個ってめちゃくちゃ多いんですけど、でもそれをしっかり覚えると、こうやってね、どんな文でも分解して、すごいこの音、一つ一つの音をきっちりと発音することができるので、まずこのアメリカ英語の16個の母音を覚えるというのは必ずマストですね。はい、なので、それに関しては、僕が紹介している一つ一つ、色を使って覚える動画っていうのを、前回配信しているので、それを見てしっかりと覚えてほしいと思うんですけども、それを覚えた上で、こうやってね、音を分解していくと、一つ一つがすごいスッキリ、音が頭に入ってくるので、それをね、こうやって繰り返し繰り返し練習していくと、完璧な発音になりますので、ぜひ、やってみてください。はい。ということで、今日はね、こうやって発音の練習をしてみました。参考になったという方はチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。で、YouTube ではですね、主にまあ発音をこうやって教えてるんですけども、あとインスタでは日常的に使えるスラングをですね、面白い例文を使って紹介しているので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はこの辺で、また次回もお楽しみに。ありがとうございました。